ひんやりグッズを買いに来たというこちらのママさん、いつも使っている落下地グッズを聞いてみると、まな板の上に敷くラック、やっぱ洗わなくていい。そんな便利なアイテムがこちら、カインズのオリジナル商品まな板シート。少し厚めのポリエチレンシートをラップのように切り離し、まな板の上に敷いて使う便利グッズです。お肉とか切るとき洗うのめんどくさくて、そのまま敷いて切って、このラップだけ捨てて、またまな板野菜で切るとか、時短、洗う手間が減る。さらに夏を迎えた今、皆さん足を止めて選んでいるのがポット。その中でも注目商品がこちら。一見何の変哲もない普通のポットに見えますが、実は横に傾けても飲み物がこぼれない優れもの。縦にも横にも置ける冷水筒、798円。いつもポケットに入れると底が塞がって調味料入らなくて、こう入れたくて、横に置けた方がやっぱり調味料とかいっぱいポケットにその分入るので、横置きもできたら便利かなと思って。回転式の蓋なのでしっかり密閉して飲み物がこぼれない。冷蔵庫の空いている隙間に置けると人気のグッズです。ということで、今回やってきたのはカインズ FC 大曲店。季節物の家電やガーデニングなどの園芸品、自社オリジナルの洗剤やお掃除グッズに加え、キッチングッズなど日常に役立つ生活雑貨が揃うホームセンターです。今日はそんなカインズに通うお客さんを直撃調査。みんなが愛用する夏に役立つ落下地グッズ教えてもらいました。まずは洗剤を買いだめしているマーマーさん、愛用の落下地グッズがあるそうで。これ水筒のボトルの中きれいにするやつなんですけど、子供はやっぱ水筒持っていくので、はい、お茶の匂いとかつくので、そういうのは匂い取れますね。暑い夏の大人気アイテム、振るだけボトルクリーナー。水筒にお茶やコーヒーを入れると茶渋などでボトルが汚れちゃうことってありますよね。そんな落ちにくい汚れが簡単に落とせる洗剤なんです。使い方は至ってシンプル。 500ml の水筒に対し 5g ほど洗剤を入れて、水を全体の10分の1ほど注いだら、あとは上下左右に10回から20回ほど振るだけ。たったそれだけで、あっという間に匂いと汚れが取れるんです。リピート商品です。もう何回もなくなったら買ってます。なんか普通に洗うのやっぱり茶渋とかスティックのスポンジじゃ取れないので、そういうのとか多分綺麗になってるんじゃないかなとお茶の匂いがやっぱり消えるので。洗剤に含まれているセラミックス粒子が水筒の中の汚れや匂いをしっかりとキャッチ。軽い汚れならこれこの通り綺麗に落とせるんです。簡単に茶渋が取れる振るだけボトルクリーナー、要チェックですよ。続いては暑いこの時期にぴったりなキッチングッズ。まだ1個しか買ってないですけど電子レンジで使えるボールを探しに来て買いました。保存も調理もしっかりできるレンジで楽ちん蓋付きボール。その名の通りレンジで調理ができる蓋がついたボールです。キノコを電子レンジでチンして食べるっていうレシピにハマってるので、それで作りたいんですけど、あのガラスだとどうしても割れるのが気になるので、こういうなんかプラスチックで電子レンジで気軽に使えるのがあったらいいなって思って探しに来ました。確かにね、丼とかで作った
さらにこのレンジで楽チンシリーズには耐熱陶器製の本格調理ができる商品も。こちらのレンジで楽チンプレートはなんと焼き魚が作れちゃうんです。プレートに魚や調味料を入れてレンジで500ワット5分ほどチンするだけで簡単に照り焼きが完成。レンジにかけることでプレートがマイクロ波で発熱してまるで焼いた時のようにふっくらと火が通るんです。暑い夏に役立つ火を使わないレンジ調理グッズ、お料理がぐっと楽になりますよ。さてお次も料理に役立つグッズを紹介。こちらのママさん、とある商品を買いに来たとのことですが、ありました。ありました。こちらを買いに来たんですか？これを買いに来たんです。そう、こちらのママさんが探していたのは大型のホットプレート。これもうずっと前から欲しくて、いろんな店舗見たんですけど、ここが一番安くてで大きくて思ってる商品だったので。夏暑いじゃないですか。材料だけ切って用意すれば、あとはだいたいここの上で焼くか混ぜるか、私が家事を少し手抜きするためにこの子たちにも食事の準備を手伝ってもらうっていう。こちらの高島さん一家は5人暮らし、食べ盛りの子供が3人もいて食事の準備は毎日大変。でもホットプレートがあれば子供たちが自主的にお手伝いをしてくれて助かるんだそうです。この日のメニューはすき焼き。おいしいですね。ご飯と合いますか？次何作ります？餃子作りたいです。餃子作りたいですね。ソトロさん、今日は何点満点ですか？100点満点です。美味しいですね。素晴らしいです。家族みんなで作って食べるホットプレートご飯、楽をしながら楽しく食事もできて一石二鳥の楽技です。さらに高島さん、キッチン系以外にもよく買う落下地グッズがあるとのこと。それがこちらの窓ガラスと網戸用のお掃除シート。汚れを浮かすアルカリ電解水が入っており、しかも二度拭きいらずの優れものなんです。洗剤を窓ガラスに吹きつけて拭いてたんですけど、拭いてもちょっとこう曇ったりして残ったりするのが多くて、何回も何回もこう空拭きとかもしなきゃいけなくて、でもこれ1枚だとそういう何回も拭く手間も省けて1回で綺麗なんですよ。1枚でほとんど一面綺麗になるぐらい。こんなに汚かった大判の窓ガラスもこの通りツルツルピカピカに、後ろの風景も透けて見えます。さらにもう一つの網戸用シートも、家の窓結構開けたりするようになったんで網戸に結構ホコリがたまるんですよね。いっぱいにならないうちにささっと拭けば綺麗になりますし、本当に汚れよく落ちるんで、これでやった方が自分の体力的にも経済的にもお得だと思います。おすすめですか？おすすめです、おすすめです。これは使えます。一拭きで汚れを落としてくれる窓用お掃除シート、手垢もきれいに落ちるので日常のお掃除にもおすすめですよ。カインズに通うお客さんに聞いた夏のおすすめ落下地グッズ、この機会にぜひ試してみてはいかがでしょうか。